自分も甘かったっていうか、だからもうこれから本当の世界って本当の戦いになっていくと思うんで。彼には大きな目標があった。最初こいつすごいよって言って自分が K-1 に出れるようになって、それからバハが優勝ばっかりしてきて、マサダさんにすごい迷惑っていうか。甲子園のヒーローになるはずだった。まあ、自分はダイナマイトでノイズに負けて、それから自分の中の時間が止まってるっていうか、ずっとそういう気持ちで来て、63キロ級の主役になるはずだった。僕の中に自分がいけないことにすごい悔しいなって思ったのと、焦りもあったし、そこで自分がいたらどうだったかなっていうのもあったけど、そこで彼は新たなスターとなった。そうですね、63キロを背負う、マックスを背負うっていう意味の今回ヒロヤ選手には絶対負けられないと思ってます。世界王者の寵愛を受け、早くから注目を浴びた4つ下の少年の存在があった。そうですね、悔しい、はい、やっぱり僕も17歳の頃にプロデビューして、正直僕が高校生だった頃に K-1 甲子園とかいう舞台があったらいいなっていうふうにすごい思ってたんですけど、率直になんかいつかはやることがあったなら絶対勝つっていうのは思ってました。格闘人生初の挫折と苦悩、期待に応えられなかった自分への苛立ち。しかし彼は63キロ級という戦いのフィールドへ一歩踏み出す決意をした。やっぱもう開き直って自分が出てってやろうじゃないかっていうのもありますね。高校卒業して初めての試合だし、今回も本当大人の世界に来て、ここで自分がどう見せれるかによって今後の自分と今後のマックス全てかかってると思うんで。新しいマックスは自分が作る。そして新しいマックスは63キロ級が作る。ヒロヤ選手もヒロヤ選手がもう崖っぷちじゃないですけど、これにかけてくるっていう思いで戦いに来てくれると思うので、そこを逆に自分も守りに入らず打ち合って KO を狙いたいと思ってます。 K-1 マックスの未来、新たなるライバルストーリーが始まる。久保優太 VS ヒロヤ。